メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤社長のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。日々生活している中で待つ時間って結構いろいろあると思います。人を待つ時間、仕事上の何か回答を待つ時間、子どもの成長を待つ時間、さまざまあると思います。その待っている間に、いろいろ考えると思うんですけども、まあ、いいことも悪いこともいろいろぐるぐる頭の中で、考えたりすると思うんですが、その待っている時間も全て今の自分に必要な時間なんだというふうに捉えてみてはいかがでしょうかということが書いてあります。よかったら斉藤のブログを読みください。斉藤のブログは、斉藤幸をアメブロで検索、スクールに関することはメンタルエステスクールで検索してみてください。それでは